リンゴルフをご覧の皆さん、こんにちは。リリです。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。カメラマンの山ちゃんです。今回は、はい、いつもとちょっと違うんですけど、インスタでちょっと前から知ってて、はいはい、ぜひお会いしたかったんですよ。嬉しいです、はい、ありがとうございます。なんでかっていうと、はい、ちょ大学の後輩なんですよ。めっちゃびっくりまさかの学校名出てるもんね。出てます。そうですね、青山学院大学。そうそう、青山学院です。すごいまさかのここで知るっていう。そうです、インフルエンサー、はい、美容特化が多いのかな。はいはい、多いです。あと、はい、洋服とか発信させていただいています。そうで、たまにそうゴルフをやってて、はい、そうで見つけたのがやっぱゴルフの投稿なんだけど、はいはい、そうスマイルゴルフさんのインスタゴルフ女子総選挙、はい、2022年、はい、去年だよね。去年です。なんと1位。1位取らせていただきました。すごいよね東京ソープカントリークラブさんに今日お邪魔してまして、はい、アウトコースをこれから9ホールラウンドしてもらいます。はい、毎週金土日に、はい、インスタで活躍されてる、うんうん、ゴルフ女子の皆様にご出演いただいてるっていうような感じになって、はい、ゴルフのプレーとかトークを視聴者様に楽しんで見ていただこうという企画になってます。はい、で、いつもやってるやつなんですけど、さっきちょっと話したら知ってると、もう見ちゃ動画見ちゃったって YouTube で見てました。そう、まあこれね、リンゴルフミッションゲーム。はい、ミッションゲームです15マスですね。60ポイント以上の場合は、うんうん、まあ、アバギフを3000円分すごい変わらずプレゼント嬉しい。結構、最初は80ポイントでやってたら、うんうん、ちょっと全然みんな取れなくて確かに20個クリアしないといけないから、そう途中から15個、うんうん、60ポイントに変えてるんで、まあ、ちょっと今日リリちゃん頑張っていただきたいなと頑張ります思います。一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は A グリーンで295ヤードです。はい、では今日一日よろしくお願いします。お願いします。緊張する。うん、ちょい右、うん、ぶっ飛んでったけどちょっと右だったねぶっ飛んでったけどでも戻ってきました。うん、やった。ラウンド半年ぶりなんで、もう。ああ、なるほどね。そう、ここら辺かな。だから、暖かく見守ってもらえると嬉しいですあ、転がっちゃったうん、うん、いい感じ。よかったよかった。やったー、真ん中行きました。うん、うん、お、いいキックね、結構いいとこまで行きました。なんか久々のラウンドなんで感覚を徐々に思い出してる感じ。そうだね、やっぱ練習とはやっぱちょっと変わっちゃうもんね。そうそうそう、打ちっぱなしはちょこちょこ行くけど撮影っていうプレッシャーもあるからねそう、一発目やっぱ緊張しちゃう。先輩も見てるからね。確かに先輩に見られてるっていう緊張があるのかお、いいんじゃない。いいんじゃない。え、良すぎだな。やったー、良すぎで止まっちゃったよ。めっちゃ嬉しい。ナイスオンです。やったー、めっちゃ今気持ちよかった、爽快やー、うん、あともうちょっと。あー OK です。ありがとうございます。優しいな。かわいいゴルフをするな。こっち緩めでもアプローチすごい良かったね。アプローチいい感じで嬉しかった。うん、1ホール終わって、はい、終わりました。カラーボールしよう。お、確かにピンク、ね、スリーパッド、あ、スリーパッドもしない。あ、最後スリーパッド OK で、うん、スリーパッド。トップ、トップだな、トップあったな。うん、うん、チョロまでは言ってないけどトップだったんで、うん、つけてもらって。この3つ、早速3つつけました、うん、嬉しい。自己紹介がの項目もありまして、はい、まあ、早めにリリちゃんのことを早めに知ってもらおうってことで。リリです。普段は、まあ、平日は会社員していて、うんうんうん、で趣味は
ヨガとかピラティスとか、あとパーソナルジムも通っていて、結構体を動かすことが好きです。確かに、うん、で、あと野球観戦とかスポーツ観戦が好きで、もともと大学時代もアルバイトで売り子をしていたっていうのもあって、そういうスポーツ観戦とかも結構好きです、うん、で料理をするのも結構昔から好きだったので、クッキングライセンスを取ったり、あと会社の部活で華道部に所属していて、最近資格を取れました。で最近頑張ってることはヨガの資格を取りたくて、それの勉強を頑張っているところです、うん。なんか3つっていうか、なんかいっぱいあった気もするけど、なんかありがとうございます。長くなっちゃいました。一番気になったのは売り子うん、東京ドーム、そう、東京ドームと横浜スタジアムで働いていて、うんうんうん、で主に東京ドームの方でほぼ毎日出勤する感じで働いていました、そうなんだ。そう、なんかやっぱ試合が月曜日以外あったので、それ以外はほぼ出勤しないと、やっぱり次の日ちょっと売らせてもらえないとかの。そんな世界なの？やっぱり働いてくださいじゃなくて、やらさせてもらえないとかなの？そうそうそう、休むのは基本的に避けた方がいいっていう感じだったので、もうほぼ部活みたいな感覚で、でも楽しみながら働いていました。レバーみたいに引いて出すのは？あ、そうです、ここにかけてて、でそれでカップにこうやってうまく泡が、確かに、そう、作られるようにしてついでます。え、でもあれ満パンだったら重たくない？満パンもすごい、ウーバーイーツのバッグぐらいあるよねあれね、すっごい重くて、うん、で20杯ぐらい継げるんですけど、うんうんうん、でそれを継ぎ終わるとまたサーバー買いに行って、また重くなってから戻るから、ずっと軽くなることはないっていう。でしかも階段とか上り下りして呼ばれたらちょっと早めに行かなきゃいけないしね。そうそうそう、しかも休憩がなくって、その試合中ね、試合中はずっと売り続けるのと、やっぱビールは後半がちょっと売れにくくなったりするから、まあ そうだよね、うん、それをいかにずっと売れるようにとかは工夫するようにしてます。ナイスの工夫ってどういうこと？お声かけするの？なんかこの人なんかいい感じかなみたいな、うんうん、もう一杯どうですかって。そう、最初買ってくださったお客さんとかはなるべく2杯目とかどうですかっていうのをお話ししたりとか、覚えといてね、この人買った、この人買ったって。あとやっぱり徐々に応援してくださるお客様も増えるから、それで自分が販売してるエリアのところで買いに来てくださったりとか、そういうので徐々に配信は安定していきました。じゃあ結構本当にすごいファンって毎回試合見に来るじゃん、うんうん、だからちょっと覚えてたりもするんだ。あ、そう、覚えていったり、 あの人いつも来てくれる人だみたいな。そうそうそう、あと東京ドームはあの年間シートで販売していたのもあって、うんうんうん、結構お客さんがほぼ毎日同じ方だったりするから。あ、そっか、そうだよね、そのシートを押さえてる人とかね。そうそうそう、うんうん、だからそれで結構顔見知りのお客さんは増えていきました。最高で何倍ぐらい売れるものですか？最高は300とか。え、自分一人で？そうそうそう、やっぱ300杯ってすごい。買いました、ありがとうございます。ありがとうございます、まあ、ちょっと他にもいろいろありそうなんですけどショートホール行ってきます。ここあれですね、なんとしてもグリーン、グリーン乗らせたい。家屋手前はダメってやつですね。手前はやだ、しかも立ち入り禁止ってなってます。絶対に落とさないように頑張ります、うん、な、いけいけいけ、とりあえずいけ、とりあえずいけ、うん、うん、オッケーオッケー、乗ったからよかった。ラウンドってどのくらい？年にこの前半年前だから、多分年に5回とか6回とか、うん、10回行ったらいい方かもしれない。なるほどね、旅行も好きなんだもんね。そう、旅行が好きで、ね、数少ない休みだから週末結構旅行行っちゃうことが多くて、撮影が久々のラウンドだったんでドキドキしてますいいじゃん。お、あ、惜しい、ちょっとあれか、まっすぐ行った、うん、お、お、いい感じ、やった、よかった。
ここの坂めっちゃ難しいです急だよね、すごい急。お、これは一発で入りたい。これはあれだな、頑張ろう。頑張ります。オッケーオッケーオッケーです。ありがとうございます。パター練習します。なんかさ、おそろそろ打ってるよ自信がパターいつもおそろそろになっちゃう。あ、そうなんだまあね、だからってこう、じゃあ強気にいったらどもうボンボンいっちゃうよね。そう、だから行き過ぎないようにって思うと。あ、ぴったり行きたいんだ。そう、ぴったり行きたいし、まあ、なんならちょっと手前ぐらいで、あとちょっとぐらいで、あ、はいはいはい、OK になった方が、ね、なんかたまに結構強気に打っちゃう時あって、うん、そうするとやらかすよね。そうそう、やらかしちゃうから、かかそこの塩梅がね、うん、今の課題かもしれない。え、なんで青学にしたんですか？やっぱ大学受験するってなった時に、もともと結構青学っぽいって言われること多くて、それはいい意味なのかわからないけど、うん、なんとなくそれだけ聞いてて、でそれであと高校の先輩とか青学行ってる方がいて、うん、すごい楽しそうだったりとか、うん、勉強も頑張っててすごい素敵だなって思ってて、うん、で私もやっぱり大学受験は青山学院に入学したいなと思って第一志望だったんですよ。あ、俺も第一志望だけど。本当ですか。そう、それでめっちゃ勉強頑張って無事行けたっていう感じでした。山ちゃんがなんで青学第一志望だったんですか？僕は青学っぽくなりたかったから、うんうん、めっちゃ面白い青学っぽいなのかっぽくなりたいのか全然真逆なんですけどそう、その時言われて、うん、後々思ったらすごい嬉しかったなって思います。そう言ってもらえたのは。次はパー4、はい、ドライバー頑張ります、はい、うん、登ってる。うん、うん、いいんじゃない。いい感じ、うん、フェアウェイとラフの高いよかった。なんか晴れてきましたね、うん、午前中がやばかったんですよね。大雨。そう、もう午前中はもう無理だろうみたいな。そう、ラウンド大丈夫ですかねって話してて、そう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 、でも徐々に晴れてきてラウンド中は晴れるっていう、うん、それのパワーをかける。違う、違うからさっきも言ったけど、ちゃんと雨雲レーダーを見たからです。それのパワーです。え、リリちゃんの学生、高校の時まで何部だったの？高校は、中学からチアリーダー部に所属していて、6年間チアリーダー部で活動してました。うん、いいじゃん。いい感じ。イエーイ。いいね。なんかゴルフ場に来ると自然にすごい癒されるんですよ、うん、なんか朝早く起きて、うん、体を動かして自然に触れてみたいな。あ、それがすごい好きで。なるほどね。まあ、確かに空気いいもんね、うん、朝早いから。そう、空気も気持ちいいし、それがすごい好きで。こっち、なんか天気良くて前が見えない。うん、にゃ、うん、まあでも次転がってった。いいんじゃない。次前に進んでるから、うん、アプローチでいきます。はい、いけいけいけ。うん、まあいっか。まあまあまあ、あ、結構長いけど頑張ってもらって。長い。お、いいんじゃない。どうだ。あ、意外といい、うんうんうん。はあ、うん、優しい。OK です。OK。ありがとうございま
優しすぎ。そう、そう、その優しさからにしてはさっきのロングパットは良かったと思う、うん、なんか打ち切れないんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、うんうん、しっかりやっぱこの距離は強気で打たなきゃと思って全部強気でいいよもうちょっと強気でいきます、うん、全部強気でいいよ。なんかねブレーキかかるからやっぱ雨で水分結構含んでるかも、うんうん、確かにもうちょっと、そう、なんか早く綺麗なグリーンだから結構早く行きそうなんだけど、うんうん、思ったより多分重いんだと思う。確かに